こんばんは。今回は7月21日リリースになった初心と聖書をやっていこうと思います。PC 版ですね、で、ゲーム自体はね、ブラウザーゲームになってるみたいです。ゲーム内容ちょっと見てないんですけど、ロープレなのかな。それと、これね、一般、通常版と R18 があります。で、自分は通常版で今からやっていこうと思います。知るためにここで逃げるわけにはいかない。お、戦闘？自動なんだ。リングコマンド。戦況を左右するリングコマンドが出現。はい。簡単。画面のどこかでもクリックで切り替わる。はい。時間が来たらコマンド決定。操作しなくても派手に楽しめるゲーム。とにかく何にも操作しなくても、とりあえず、なるほどね。なんだこれ。こうやって、あ、これでいいや。お願いするわ。間違ったけど。ここ HP ゲージ。はい。あ、色でわかるわけね。青と黄色と赤ね。一緒だ、雷金と。少女の残り HP はゲージで見極める。はい。とりあえずみんなまだ青だから大丈夫そうよ。結構戦闘長いな。おー、はい、タクス。さっき君がタクスを選んだので、スキルグリフの発動率がアップ。あ、なるほど。スキルグリフの発動率を上げたいときは、他の少女にパスしたいときはタクスか。今すぐ発動するか、タクスで貯めておくか、戦況によって使い、ああ、なるほど。発動じゃ。正常キリアよ。あ、隠してパーセンテージ上げるんだ。すぐスキル出してよ。これも相手も赤になったから弱ってるってことなのかな。パーティーはみんな大丈夫っぽい。 HP とりあえず託す。お帰りなさいませ。喋ってくれるんだ。あ、ここは喋んないんだ。はい。ブラウザーゲームですからね。インストールしないゲームなんで。よくできてるな。はい。承知いたしました。コーヒーのお供に読書というのもおつなものです。はい。万物の書、限界、歴法、様々な名で呼ばれております。はあ、過去の歴史か、はたまた未来の予言か。赤ね。騎士の巨神か。さっき倒したやつだね。あれ？あ、さっきそういえばなんか言ってたね。お許しくださいみたいな。これだ。お許しください、女王陛下。さっき言ってたやつだ。これ事前登録したんですよね。ガチャかなんかでもらえたと思うけどな、キャラクター。どれかもう忘れましたけどね。結構前だったんで。ちょっと変わったゲームだな。ガチャかな、これ。ガチャだね。10連、俺、でもも、まあいいか。始めましょう。あ、俺これやる。全てが失われる前に。事前登録でやったような気がする。1枚いいのがあるみたいだな。もう疲れたよ。寝るな。守るべきものを探し、遍歴を重ね、この地へたどり着いた。このよし、今日からここがあたいの新天地だ。ビューティー。あらら、もしかしてここは黄泉の国というやつでいすか？だったらここはでもみんな星4だな。大いなる生命の流れが止まっている。手帳によると、おはよう明日の私。3だな、ずっと。ほら、来た。5だ。あれ、首つながってる。なんで私生きてんだ？あ、やっぱ可愛いからかな。これが一番いいんだろうね。ここは見知らぬ大地。旅の恥はかき捨て。巨神と戦う定めの少女たちに幸あれ。キャラクターの中にね、いないのかな。ちょっと上の方が見えませんけど。パーティーかな、これ。イエイイエイ。これは面倒でした。ベルを鳴らしてください。ベルどこですか？あ、これか。はい。ああ、なるほど。はい。ドラッグして少女。あれだね、スマホゲームみたいになってんだね。PC 版なのに。じゃあすぐスマホで出んのかな？いや、キャラクターでね、事前登録のやつはどこにあるんですか？車掌なんだ、はい。お待ちしていました。そこだけは喋って、ここは喋らないんだね。はい、よろしくお願いします。あ、事前登録のやつ？どれですか？きっとあなたに役立つ。はい。どれでしょう？プレゼントかな？ねえ、プレゼント、アイテムボックス、オプション。で、バトルっていうのもあるんだ。もういきなりいけるんだね。プレゼント。あ、できない。戦いについて私から入れることは何もない。はい。戦いを通じて彼女たちの思いを解き放てば、何も恐れることはありません。画面の右上出てるな、さっきのやつが。え、もう戦闘行けってこと？わかりました、行こう。頼みましたよ。いろいろ事前登録のキャラクターもらってないような気がするけど、もういっか。行こう。バトルの準備と。巨神のレベルを選べる。あ、選べるんだ。ああ、こうやって選ぶんだ。強さ。いや、もう動かんよ。20で固定？漢字は面白いけど。圧倒的に不利であろうと。ただでは負けない。基本一人用かな、これだと。見てるだけだし。あ、早送りも。おお。お、左上になんか再生とストップがあるな。ステータスアイコンね。はい。これ、覚えるの大変だ。うん、行くぞ。OK。タックス。パーセンテージ上げよう。これが、あれかな。敵の HP になるのかな。この画面左下。キャラクターは出るんで、下に。全部巨神ってこのタイプなのかな。きた。どうしよう。託す。もう一回託そう。あら、出しちゃった俺。これもっと戦闘に関わりたいな。タクス。大丈夫。まだ半分ぐらいしか HP 減らしてない。これ画面左下。リング？協力技なんだ。はい。バトルが進むと出現か。なるほどね。演出部が見れるのかな？人間ってのは実生し弱えよ。だから、助け合わなきゃなんねえんだよ！お願いします。やっと黄色になった。はい、慣れたよ。リングコマンドはバトルが進むと出現。タクスにしてるよ、俺。足元の花が多く咲いてる少女ほど出やすいか。はい、花か。ああ、なるほど、そういうこと。でも、タクス。きた。発動じゃ。破壊は得意です。出たかどうかがわかんないな。演出がちょっとあんまり派手じゃない。託す。託してこれを40から今度下の50を上に上げてパーセンテージ上げるってことかな。一回飛ばして。お、出た。協力技。人間ってのは実生し弱えよ。だから助け合わなきゃなんねえんだよ。こで歌が出るわけ、巨神。前回みたいな出なかったからね。勝てばそれでよしっす。入手、ミスティックグリフか。あ、ないんだ。じゃあ、帰還かな。お帰りなさいませ。お、仲間ここみんないる。仮ゲーなんだ。素材を集めて新規を強化、より強い巨神に、あ、そういうことなんだ。ね、最初に言ってた歌っていうのはどうなるのかよくわかんなかったけど、お許しください。女王陛下だったっけ、ああいう巨神のこう、つぶやいた歌みたいのを集めていくんじゃないの？歌って言ってたよね。得点。ありません。みんなでね、あなたのためにって用意したの。受け取ってあげて。はい。あれ、出ないよ。あ、まだ無理か今。まさしく今この瞬間も彼女たちは戦っている。この画面でってことね。それにしても誰が撮影しているのか不思議ですね。本当だよ。気になることある？はい。緑の妖精か。素材集めしてるんだ。あ、これね。知らんかった。今画面出てる。私は正常なので、妖精など、俺もないね。これだ。今出てるわ。ここに。画面の中入っていったよ。なるほど。この説明をまだずっと聞かないといけないかな。プレゼントもらいたいんですけど、ダメですか？時間とともに不自然に増えるか。まさか妖精ってうじゃうじゃいるんですかね。いや、ここいっぱいいるよ。今4匹ぐらい。4匹って言っていいのかわかんないけど、4人ぐらい。いやー、プレゼントいけない。はい。ああ、なるほどね。取ってきてくれたんだ。クリックしたらいいんだ。なるほど。これまだチュートリアル続いてるのかもしれないね。何もできない。スキップもできない。これスキップさし、ボタンどっかつけた方がいいかも。妖精が撮影してんだ。そう、入っていってたよ、こっから中に。勝手にバトル。まさかの一定時間ごとに自動で拾ってきてくれるよ。すべてのモフルが寝てたらお腹いっぱい。すべてのモフルか。満タンの合図。なるほど。あ、寝てたらね、こうやって。そういうことね。やった、プレゼントいけた。事前登録どこにあるんですか？あった、これだ。とりあえず一括でもらって、アイテムの中に、アイテムで、どれですか？これですか？事前登録ガチャキャラ選択チケット。これですね。使おう。あれ？これだよね。確定。悪い狼は退治されてしまったわ。ここにいるのは。可愛らしい赤ずきんだけよ。バトル行ってみますか。お気をつけて行ってらっしゃいませ。ここかな、じゃあメイン。ここだね。あ、上げれるんだ。あ、なるほど、わかった。ほら。安全なところは青で、厳しくなったら、ほら、色が赤とかやばいよってことですね。青で叩かないといけない。この銃に狙われる恐怖。あ、見た目が違うな。はい。あ、属性あるんだ。行くぞ。タクス。上のエンチャントが飛ばされて、次が一括が上に来て、パーセンテージは上がるけど、40から50ぐらいになるのかな。また飛ばさないといけないかな。普通にやっても勝てそうだけど。はい、来た。よいしょ。飛ばそう。タクス。あ、違うな。ベルスルスルって、あ、違うな。あ、これだ、歌だ。お助けアタック。クリックして少女たちを助ける。おおおおお。クリック。なるほど。これか。発動。守ってみせる。なんか演出がここもうちょっと欲しかったな。出たかどうかわかんないスキルが。これだな。はい。行くぞ。タクス。これ見てなかった。これなんだろう。お願い。イエーイ。はっ。出た。強力技だ。いつまでも待ってちゃダメ。暴走するくらいがちょうどいい。強大な時空の歪みを感じました。うん。行くぞ。これだ。行くぞ。うわ。何今の。行くぞ。タクス。お任せしてもいいですか。イエーイ。はっはっ。行くぞ。これが気になるの。これ何。違う。出そう。発動。イエーイ。行くぞ。えい。危険。竜の鼓動。もうちょっとで勝てそう。この画面左下。タクス。しっかりしてください。あなたがいないと。一人やられたんじゃない、こっちも。ちょっと独特な感じのゲームですね。なんかちょっとこう、絵とかもね、悪くないんよね。このかっこいい。うん。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。